こんにちは、そっかじくの久保です。マルサの女ですか私はね、スーパーの女と行きましょうか。あの、私がね、サラリーマン時代、まあ、スーパーに勤務していたんですけども、スーパーの女っていう映画がリリースされたんですよ。で、まさにスーパーに勤めてる私が、スーパーの女っていう、そのスーパーという業界のね、闇を暴くみたいな、そんな映画だったんですよ。で、その映画がまさに私が当時勤務していた低垂らくな状態を全てね、言い当てていたんですよね。業界の裏事情っていうの とてももお客さんには見せられなないような状況でしたけどもねすごく多くの教訓がありましたでも私当時この映画見てないんですよスーパーに勤めていながらで先に映画を見た店長が私に言うんですよ、まあ、久保主任と当時主任だったんですけどもね「あのスーパーの女見たすごかったね」って言うんですけど「あ,あすいませんまだ見てないんですよ」っつったから「あれまだ見てないのまだ見てないってことはずっと見ないね」っていうに言われたんですよでまさにその通り私ねスーパーの勤務をしてる間ずーっと見なかったですね うんでレンタルビデオになっても見なかったですねでここ3年ぐらいで見たんですよ懐かしいなと思いながらそしたらね多くの教訓がそこにありましたいやー当時見ていればまだまだ俺頑張れたかもしんないなもしくはその業界でまた一本二本筋の通った自分になったかもしんないなっていうものが結構ありましたねすすごい良い映画だったんですけども なんせね自分が旬の時に見なかったんで今見てもいい話だったねで終わるんですよつまり情報って受け取る時期によっても価値が違うんですよねだから当時本当に鉄は熱いうち運転じゃないですけども一番意欲旺盛だった時にスーパーの女って映画は見なかったしょうもないですねチャンスだったんですけどもねだからこそそのインターネットのねアフィリエイトってものに関わった時にそのセルフバックっていうものがあったわけですよで私が知った時にはもう10年ぐらい前から その自己アフィリエイトっていうのがあったらしくって、やべえぞこれと。今自分がこのインターネットビジネス、アフィリエイトの業界にいるのに、これをやらずして何をやるんだっていうのはね、スーパーの女を見なかった自分を振り返りながら、カーッとやったわけですよ。そうするとね、あの、吉田さんが言われるように、これ使っても使ってもね、在庫が減らない自己アフィリエイトの,のやり方の教える方法ね、これですよ。 ね、新しい人が来れば来るほど全員に当てはまるネットビジネスで万という単位の売り上げを上げる方法。これ誰に対しても売れましたからね、はっきり言って10人であったら10人が来たみたいな当時は感じちゃったです。で、えー、噂が噂を呼んで、自分の知らない人も申し込みをくれたみたいなね、口コミ現象も起こってきて、本当に熱い3年間だったですね。常に自己アフィールドの方法を 教えてくださいっていう人が私の事務所にやってきてで1万9,800円を置いていく場合によっては速可塾本編19万8,000円を買うみたいな感じでずっと続いていってですねあの私が話していることはいつも一緒なんですよでも違う人が受け取るからそのインターネットビジネスに興味を持った人がまさに旬の時期に知るる情報が渡とということでねだから同じことをずっとやってるもんですから上手になりましたね私の方もね。 でサポート動画もいっぱい撮ってるとそのサポート動画が一つのコンテンツになってそこに価値を帯びるみたいな Q&A がいっぱい溜まりましたんでね、まあ、そういったのが、あのー、集客効果を呼んでみたいなことになったりとかね信頼関係強く結べたりとかマントゥーワン動画っていうのもその当時からやってましたんでものすごくいい形になったかなと思いますまあ今回ね何が言いたいかっていうと今やるべきことをすぐやらないとってことなんですよねで今やるべきことをやらずにその価値が分からなければずっとやらないってこと なんじゃないかなと思って当時のことを思い出しながら教訓にしたという次第でございますスーパーの女